はい、サンムーンさん。対戦よろしくお願いします。まだ。やーべえ、モンスターいるな、これも。鬼氷。鬼氷はね、これ。どうしようかな。ただ、あいつのパーティー、これまだピリラグ刺さってますね。ピリラグめっちゃ刺さってんな。まあ、あいつもピリラグ刺さってるんで、まあ、これはね、積極的に、やっていきたい。ここは、どうしよっかな。まあ、ピリッパーショットは絶対大前提で、で、あとはね、どうしよっかな。シバルコがガルドでいいか。ガルド入れて、で、まあ、ラグラージで、いいかな。こんな感じでいいですかね。いや、ただね、これにするとね、アシレーヌがちょっとしんどくなってくる可能性もあるから、ちょっとそこの判断も難しいんですよね、これ。こっちでいいです。はい、対戦よろしくお願いします。まあ、ちょっとこれからはですね、高レートの方と、二人で実況してる機会が、もしかしたら今後、出てくる可能性も、もしかしたら、あるかもしれませんので、皆さん、二人実況、ぜひとも、楽しみにしておいてください。ここはですね、気合のたすきとか、悪だくみとかも考慮すると、ここ、トンボ返りが安定するんで、まあ、あいつは天候を変えれるポケモンは、まあ、いないんで、まあ、ここはもう、別に湿った家持ってるから、まあ、ここはもうトンボ返りで、切っていきましょうか。まあ、オッケー。こういうことしてくるから。もう、まあ、大体のアーブロン使い、こういうことしてくるからね。僕のペリラグ歴、3ヶ月の、この僕でもね、大体分かってきたの。まあ、これで、まあ、アーゴヨンは、まあ、これダメージ削りつつ、まあ、ここから、ギャフンとね、やっていくよ、ペリラグで。まあ、あいつさん、悪巧みから入ってきたってことは、もう、間違いなく、スカーフではないんで、まあ、これはもう自信で落とせます。で、あいつさん浮いてるポケモンがいないんで、まあ、多分これで、決まるはず相手のパーティー、どちらかと言うたら、なんかダブルタイプ、ダブルタイプじゃない、ダブル、バトル寄りな感じのパーティーですね、これね。珍しい。めちゃ地面の一環がすごいけど、これ。オッケー、これで、とりあえず、アーゴヨンは3立てじゃねえわ。一撃で落ちるでしょう。オッケー。で、ここでね、ガオガエンとか出てくるんかな。ガオガエンとか出てきた場合がちょっと、嫌かな。まあ、ハイパーダイブクラッシャーとかで、まあ、うち落とされる可能性もなくはないんで、そこもちょっと懸念される部分ではあるんじゃないでしょうか。まあ、お前出てくるよな。まあ、出てくるよな、お前は。まあ、お前は出てくると思ったよ。まあ、身代わりだの、まあ、いろいろとしてくると思いますが、まあ、最近の鬼氷やフリーズドライを持っていないんで、まあ、そこに対して強気にぶん投げていけたらそれでいいんじゃないかな。だから、まあ、変なところ上がってくれなかったらそれでいいかな。はぁー、よし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 、ヒルベヒルベヒルベ、あ、自信？珍しい。え、この氷珍しい。え、待って、そのタイプの合理やったら、どうしよう。いや、じゃあまだここは、特防軍オッケー。いや、別にここはもう、相手さん、これは命中下がってるから、絶対やるとないんか、この鬼氷。珍しい。自信って誰に刺すんやろ？対鬼氷とかに入るってこと？いや、知らんけど。で、何これ？これ、もうこれもしかしてやけど、これさ、これメガ進化する鬼氷じゃない、これ。だって皆さん、食べ残し確認しましたか、これ。食べ残し確認、わあ。やべえ。やべえけど、これ、いや、これさ、だって食べ残し発動しないもんな、これな。一応多分ここメガ進化多分してくると思うんですけど、え？いやー、まあさすがにペリラグ抜かされてるよな。ここガルドに交代で、確実に鍵打ちで持っていくルートがいい気がしてきたんで、こっちに交代します。ラグラージは、後ろのポケモンに、大きくぶっ刺さってるんで、多分これが確実な気がする。絶対メガ進化しようと。絶対してくると思った。で、まだあいつはこれ攻撃ぐんと上がってないんで、多分これで、まだなんとか、もういける気がする。恩返しオッケー。で、恩返しで、あ、オッケー。で、まあ、全然食らわないから、オッケー、これで、村っけとか発動せずに進んでるんで、これ、確かこれ命中関係なく当たるんでしたっけ？アイドル力変化に関係なく当たるから、これ正規当たるでしょ？
これ聖剣当たるから、あ、守る OK。もう聖剣当たるし、まあ、これも、ちょっとこれさ、これさ、これめんどくさいじゃんけんゲーム始まる、もしかして。これめんどくさいじゃんけんゲーム始まるよね。ちょっと良くないな、これ。良くないな、ちょっと非常に良くないな。じゃあちょっとやり方変えるか。あと一旦か。ここキングシールドから入ります。OK。で、ここで、もう一回聖剣押して、で、ペリッパーに交代して、それであの、暴風をぶち当てに行くゲームを仕掛けていこっかな。多分それでいい気がすんな。多分相手ここ絶対守りやから、守る仕掛けてくるから、なんかそれが確実な気がすんな。で、そうしたらあの、ペリッパーで、雨乞い張ることもできるし、あ、オッケー。あいつさん諦めましたね。ま、さすがにこれは耐えるんじゃないかな。うん。あ、オッケー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 。ま、これであの、聖なる剣は、相手の回避率関係なく、まあ、ぶち当てることもできるんで、まあ、これで多分確実に、持っていけるんじゃないかな。この、友達から、もらった、この、最一ギルガルドで、倒していくぞ。冷静 HC だった気がするけど、ラスターカノン入れてしまうと、ポリゴン2とナットレイがギリギリおぼおぼなったから、今回は、まあ、ちょっと両刀型のギルガルドを採用してみました。コケコッコ。まあ、コケコッコだったら、まあ、ここ、別にスカーフだったとしても、アイさん草結び連打しないといけないんで、まあ、ここはもう鍵打ちでいいんじゃないかな。さすがにそれは非現実的すぎるし、まあ、ここはもう雑に、タスキが負け筋なんで、ここはもう、これで切って、食らうな。自然の怒り？なんか、変わった技をお持ちですね。なんかあまりちょっとよくわからなかったけど、ありがとうございました。メイ Y さん、対戦よろしくお願いします。カバルドほんま多いなまあ強いから当たり前なんですけどさ。カバルドほんま強いなぁ。多いなぁ。ね、ここ結構ラットで相手刺さってるんで、まあ一応ペリッパー先発から行き、で、ラグラージ、まあ多分これでいいと思うけどなぁ。うん、まあちょっとベヒレ結構舐めてる選手になっちゃいますが、まあ多分これでいいと思うけどなぁ。ということで、ジュカインと、ギルガルドどこ行ってんっていう話がちょっと出てきそうですけれども、ちょっと僕、ミツヒコアンチなんで、メガジュカインとギルガルド首にしました。まあ、その代わり、ちょっと、カプコケコに相性がいい、ルチャブルとか入れて、で、それでどういう風に動くのかっていうのをちょっと見ていこうかなっていう、そんな感じでございます。オッケー、ランドロスは、これは完全に読み勝ちしましたね。まあ、ね、まあ、確かにレヒレとか見たら、まあ、確かに、フェリラグ、どうなんかなっていうのはあるけど、多分これね、マンダレヒレとかじゃないかな。まあ、もしかしたら、カバルドンもいるかもしれないんですけど、それすると、明らかにフェリラグ、舐めすぎやろうってなるんで、多分レヒレじゃないかな。レヒレマンダの軸が多分可能性としては非常に、まあ、高いのじゃないかなと個人的には踏んでおります。で、多分ここレヒレ飛んできて、まあ、レヒレ飛んできて、まあ、そっからどう、俺が展開するか。あ、カバルドン？あ、すんごく、どうやら、ペリラグを、舐められてる、みたいですね。まあ、これ、熱湯が結構入るんで、やけどしてしまえば、もう、こっちの門感がすごい。これ、急所じゃね？イエース！しかもこれ、相手、ゴツゴツ熱湯型、HD のゴツゴ、いや、違うな、これ。多分、HB の、フィラノミ型とかじゃないかな、これ多分。イヤノミとかフィラノミ型ですよね、これ。まあ、これカバルドン、ここで切ってしまったら、いや、多分後ろ、真ん中とかじゃない、これ。真ん中でヒデやんな。なるほど。なるほど。とりあえず、ペリッパーはまだ、持っとく価値があるんで、ここはね、ナットレイに下げます。草結び Z とか持ってるやからの月光下がね、一定数存在するんで、それケアに今回はちょっとこんな感じで、ナットレイ後出しで、そっから、また出し直して、ほらもう、絶対切ってくるから、これほんまにもう。
草結び Z の月光が多すぎやろ、ほんまに。俺見通してるからな。ほんまに。お前もう、俺は見切ってるからな、もう。草タイプ月光が。なんかもう、最近こいつしかいひんな。もうなんか、ペリラグに出てくる月光が大体もう、草結び Z と見ていいかもしれへんな、もう。まあ、とりあえず、ナットレイにこれ入るんで、まあ、これでうまいこと、ダメージ軽減できましたね。あ、オッケー。で、ここ、そうですね。まあ、正直、メザパ炎来ても、いや、まあ、一応残しとくか。いや、ここどうしよっかな。ペリッパー出してもいいんですよね、ここ。どうせ目ざっぱ炎あったら引いてくるから。じゃあ、居座ってくるから。これ多分炎持ってるな。目ざ炎も持ってるな、こいつ。そんな気がしたわ、もう。オッケー。まあ、これで、雨展開もできたんで、まあ、これで少々変わるんじゃないですか。もっと、なんでも持ってるな、お前、ほんまにもう。なんでも持っとるな。なんでも屋さんか、お前は。なんでも屋さんやな。もはや。ああ、完全なんでも屋さん。おお、まあ、ペリッパー下げますけど、ここ。ペリッパー下げますけど、ここ。草結び、賞味、耐えない気がするから。この子、思った以上に、耐久がないので、こういうところで、かっこよく決めていかないと、本当にね、何もできないね。で、まあ、ここはナットレー下げて、いやーでもこの勝負まだ分からへんな。カバルドンがまだいる以上、こっちとしてはまだどうしようもないんですよね。で、このランドロスが、多分スカーフな気はするんですけど、ここ剣舞から入ります。叩き落とす。ちょっとそれは良くないな。ちょっと良くないな。まあ、鉄の峠で入るからま、あいいけど、ちょっと平野に叩き落とされたん相当でかいな、これ。で、これで、ある程度圧力かけて、いやー、地震来るよな、ここ、さすがに。地震来るなら、ここ、むしろペリッパー下げてもいいよな。いや、トンボ返りされたらされたでだるいし、でもここ相手多分トンボ返り絶対押せへんから、伝わってくるんですよ。まあ、だから、ここは多分、ナット下げが、正解。完全に今無駄研磨したね。まあ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 気にしないでください。叩き落とす連打か。なるほどね。ちょっと良くないな。非常に良くないな。非常に良くないですね。それは良くないな。まあ、ただここ自信は押せへんから。マジか、ここ。自信押してくれたらな。非常に都合良かったんけど。まあ、ここラグを出さなあかんやん、もう。ただ、大爆発、絶対もう、もうスカーフやな、お前はもう。もうスカーフって分かったわ、もう。はい。カバルドン、まあ、さすがにこの HP の残りやったら、さすがに、あとは月光川もあんだけ草結びと目覚めるパワー炎とかあったら、さすがに身代わり入れるわけは絶対ない。まあ、だからもうここは滝登りでいいです。2分の1回復っぽいな、これ。まあ、あとはこれはもう、丁寧に。丁寧にやってくれ、もう、丁寧に。身代わりやめてね。身代わりやめてね、ほんとに。さっきのランドロス対面すんごく、沼なことしてた気がするけど、まあ、気にしないでください。はい、ちょっとまあ、最後の最後までランドロスの持ち物が、こだわりスカーフってわからなかったんで、許してください。はい。まあ、これで多分、いけるんじゃないか、レートでオッケー。まあ、これで多分、タスキでもないし、自信で倒せるはず。この HP なら絶対に倒せるわ。対戦。ありが、まだ、まあ、対戦ありがとうございました。オッケー！まあ、とりあえず、なんとかなったって感じか。